GSF はトヨタ自動車が展開する高級車ブランドレクサスが販売した GS をベースとしたスポーツモデルでレクサス F シリーズの一台である GSF は日常からサーキットまで誰もがシームレスに走りを楽しめるという F のフィロソフィーを幅広く展開するために開発された4ドアスポーツセダンである F モデルの新型セダンの投入は 2007年10月デビューの EASF 以来8年振りとなる。パワートレインは RCF と共通の V 型8気筒5 0リットルエンジンに URGSE 型を搭載。休排気バルブの開閉タイミングを制御する VVTEA の最適化などにより 351kW の出力を発揮する。また、エンジン組み立て後に1機ずつエンジン回転バランスを調整し、 自然吸気エンジンならではのリニア感やレスポンスの良さを追求している。加えて街中などでの低上層広域ではアトキンソンサイクルとすることで燃費、環境性能を向上させている。組み合わせるトランスミッションは電子制御発足 AT8 スピード SPDS を採用。M ポジション選択時には最短0.1秒での変速が可能となる。当初は ルファに用いられた LR エンジンの搭載も考えられたが再三面の問題で 2UR 型に変更された。ボディ剛性強化のため、レーザー溶接、スポット打点の増し打ちに加え、光合成ガラス接着剤やレーザースクリューワイルディングなどのボディ技術を導入。さらにフロントブレース、リアボディブレースの合成工場、ボディとの締結構造の追加などを実施し、 サーキット走行に対応する強固な骨格を実現した。空力面では、フラットな整流面を持つエンジンアンダーカバーの採用に加え、リアフロアアンダーカバーによる床下切り上げ角の最適化する等、床下の整流を追求し、空力性能の向上を図った。さらに各アンダーカバーにエアロスタビライジングフィンを設け、空気の流れを積極的に利用することで、 操縦安定性の向上に寄与している。ブレーキはフロントに対抗6ピストン、リアに対抗4ピストンのアルミ製モノブロックキャリパーを採用。マスターシリンダーの体系化、ペダル比の最適化などにより応答性とリニアな機器を追求。また、高摩擦パッドなどの採用により高い剛性と耐フェード性を確保している。さらに、 F 専用オレンジブレーキキャリパーをメーカーオプション設定とした。サスペンションはジオメトリーの最適化を狙いパーツを新設計。また、駆動力制御システム TVD を標準装備し、走行状態に応じて後輪左右の駆動力を最適に電子制御し、コーナリング時に理想的な車両挙動を実現。スタンダード、スラローム、サーキットの3モードを設定し、 一般道からサーキットまで幅広い走行シーンでいいの、ままのコーナリングを追求した。また、2016年9月の一部改良では、ナビ AI-AVS を採用した。エクステリアは、フロントバンパー、フロントグリル、前後フェンダーとサイドシル F を象徴する4連にエキゾーストディフューザーを配置した、リアバンパー下部等が専用デザイン。ベースモデルの GS に対し、 全長は 35mm 延長され 4915mm に、全幅は 15mm 拡大され 1855mm となった。フロントの大型スピンドルグリルや大型エアダクトにより、過酷なサーキット走行にも対応した冷却性能を確保するとともに、大きく張り出したフロントフェンダーフレアには F アイデンティティでもある L 字型のサイドエアアウトレットを採用。 グリルロアモールとリアスポイラーにカーボンパーツを採用し、軽量化と光合成化を両立し、効果的なダウンフォースに寄与している。また、F 専用の漆黒メッキグリルモールに加え、センターピラー、アウターミラーには、ホイールの色味とコーディネートした円金属調、ダーク塗装を施している。さらに、ホイールは、単造と三次元切削によって、精緻なスポークが、 レイヤーで構成された新衣装の19インチ大型アルミホイールを採用している。インテリアではフロントに表皮一体発泡成形によるハイバックスポーツシートを採用。また本革ステアリングはサーキット走行を繰り返しいったテストドライバーの評価により理想的な太さとグリップ感を実現。さらにステアリングホイールとシフトノブは F の記号性でもあるホワイト、ブラック、ブルーの3色によるかがり縫いステッチを採用。アルミ製スポーツペダルとフットレストにはペダルを踏み込む際の軌道とリンクしたスリットパターンを新たに採用している。各ドライブモードに順じてメーター表示が切り替わる大口径センターメーターを採用するとともに少ない視線移動で必要な情報を素早く認識できる。 カラーヘッドアップディスプレイをメーカーオプション設定とした。また、メーターフード、インストルメントパネル上部、センターコンソール、パームレスト、ドアトリムアームレストの表皮にアルカンターラを採用。さらにインストルメントパネル表皮には、レクサススポーツの象徴である、ルファに採用されたレクサスロゴ入り飾り病を4カ所に配置した。安全装備では、予防安全パッケージ。 レクサスセーフティシステムを標準装備。プリクラッシュセーフティシステム、レーンデパーチャーアラート、アダプティブハイビームシステム、レーダークルーズコントロールをパッケージ化し、安全運転支援の強化。また、2017年8月の一部改良では、新たにレーンキーピングアシストを採用すると、随時機能強化が実施されている。ありがとうございます。